それではちょっとあのプロジェクトの話に戻りましてですね、はい。あの、二川小学校、先ほどは映画上映の話を中心に聞かせていただきましたが、はい、他にはどんなプロジェクトがあるんですか他にはですね、ライブが何回かやってますね。うん、ライブと、まあ、あと映画の時はいつもマルシェを同時にやってたり、あとはリユースパーティーと言いまして、不要になったもの、えー、洋服とか、 あとは、子供のものとかですね。まあ、大人のものでもいいんですけども、不要になったものを持ってきていただいて、で、そこに置いといてくれると、今、それを使いたい人っていうのが、自分はいらないけれども、誰か使いたい人はいるっていうのはあると思うんですね。交換できるような場所を、まあ、教室一つ使ってやってる。 のが一つですね。交換っていうのがとてもいいなと思いますけれども、はい、その、今やられているのは、うん、その私は旧二川小学校に行った記憶があるんですけれども、エンプラスさんのあたりでもやられてますよね。そうですね。エンプラスは、ま、主に映画上映とマルシェをセットでやってる感じです。今、二川小学校では、この定期的に開いているイベントというのはあるんですか 定期的には、今は、やってないですね、うん。ということは、まあ、不定期で、まあ、Facebook などで情報を発信して、映画の上映やマルシェなどがあるという、はい。はい、そうです。はい、どんな人が、この二川小学校のプロジェクトに関わっていらっしゃいますかつみやきさんとか、デザイナー、あとは、アーティストもいますし、 ブルーベリー農園をやってる人とか、パンを焼いてる人もいるし、 どれぐらいですかね <laughs> いや、でも今お話伺ってますと、例えばその農業をやられている方や、職人の方々、アーティストの方々、うんうん、まああの、私も二川小学校さん行くと、なんだかそれあったかい雰囲気がある感じがするんですけども、<laughs> はい、そういった空間はなんかこの田辺にぴったりだなと思うんですが、うんうん、そのあたりいかがですか、ね、ああ、そうですね。みんな農作業をみんなしてるんですよ。ほぼ全員米は作ってますね。<laughs> そうそうだ。映画上映中とかも、まあ、受付とかやってるじゃないですか。そうすると、今日ちょっと稲刈りだから先に上がらせてって言って帰っちゃったりとかですね。<laughs> 急に雨減ってきたりすると、ちょっと洗濯も入れてくるっつって <laughs> 帰っちゃったりですね。まあ、そういうちょっと緩い感じで、二川小学校でやってましたね。 川崎さん、ゆるさとおっしゃいましたけれども、そのゆるさこそが、なんだかこの二川小学校の魅力なのかなともう思っていますあ。ありがとうございます。この二川小学校さんの映画の上映のチラシなんかを見ますと、うん、いわゆる有名なドラマ、うん、エンターテインメントという映画が比較的少ないような、うん、あ感じがするんですが、うん、結構そのドキュメンタリーなどの上映など、うん、この二川小学校さんの映画はどういった基準でチョイスされてるんですか、うん まあ基本はドキュメンタリーを中心にやるんですけれども、まず第一は借りやすいというかですね、え、ちょっと対策になるとですね、まあお金もかかりますし、こう一般のちっちゃな上映会では多分貸してくれないんですよね <laughs>。うん。そこは、まあシネコンとか大きな映画館にお任せしてですね、やっぱ地域ならではの 大きな映画館ではかからないような映画を自分がやっぱり見たいんですよね、うん。わざわざミニシアターに行かなきゃ見れないような映画をあえてチョイスしてやってますね。 いわゆる都会でもその結構アンテナを張っておかないと見ることができにくいジャンルの映画の上映をこの田辺でやっているということがあのすごくこの田辺の文化に影響がこれから来るんじゃないかなというふうに思うんですがこの 二川か小学校で上映する映画で、まあ先ほどはね、もちろん実務的にやっぱりドキュメンタリーというのが、あの、まあ財政的にもっていう、そのリアリティな部分をまずお話しいただきましたけども、うんはい、そのやっぱりドキュメンタリーを上映する意味というのは、川崎さん自身はどのように捉えてらっしゃいますかうん。映画って、ちょっと現実逃避しに行くみたいな、うん イメージがあるところはあるじゃないですか。まあそれはね、こう、エンターテインメントということで楽しむために行く、映画に行くっていう形もも,もちろんあっていいんですけども、まあそうではなくドキュメンタリーというとそれこそいろんな人の日常を切り取っていたり、いろんな国の もう本当にピンポイントで、この地域のこの生活を映してるみたいなところを、あの、知ることができるんで、自分の視野が広がるし、大きく言うとですね、人生の解像度が上がるみたいな、うん、レイヤーが増えるみたいな感覚になるんですね。こんな人がいるのかとか、こんな地域があるのかっていう、 その発見とか驚きっていうのが、その、自分にとっては、うん、肥やしというか、まあ、面白いし、それをなるべく上映できるんであれば、いろんな人に見ていただいたら、うん、さらにいいなと思って、はい。